はい、皆さんこんにちは、稲田水です。本日は親子でマイクラをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では早速怖いのでどんどん行きましょう。すごいね、山岳地帯。作業台はこのスポンチ店の柱の方になっています。はい、で、半分の方に買って1本入れておきます。あれ、暗くなってきてる。鶴橋も入れておくよ。あと何欲しい？分からん。両方欲しい。そういうことじゃない。なんだろうね、剣と釣らんし、今石は、でもシャベル、あ、シャベルと斧入れてる。パンがあればいいね。パンがあればいい。ね、剣があれば。あ、やばいやばいやばい。うわ、どうしようどうしよう。クリーパーが。なんか嫌な音がする。あ、つけるかもな。痛いね。よし、朝になりました。
に整地してないよ。木買っただけだよ。穴？ここ？あ、そこは整地じゃないけど、掘りもしたいし。必要なものがあったら言ってくれる。分かった。よし。待って欲しいって言った？欲しいかもしれない。柱にするのにどれくらい？雪が降ってきた。今日はなんか木の上にあった雪がスターンって落ちてきた。なんかいるの？なんかいるよって言った。雪の防具も着てないでしょ。着てないよ、だってまだそんな。雪の防具着てる人がいて。それは明らかに違いますか。で、なんか、全然違う方を話してたから、なんだ？で、来たったら近づいてくるじゃん。でも、どういうこと？なんか、すぐ近くまで近づいたんだけど、全然察知してもらえなかった。そう、全然なんか、むしろ離れてたんだけど。なんだ、あいつ。あら、ワープした。トンネルがあるな。でも家に帰れない。トンネルを抜け、あ、洞窟発見。洞窟じゃなかったりします。なんかいるよ。私じゃないよ。新石だっけ、歴史だっけ、なんとかゾンビ。なんかちょっと光ってる。はい、無事帰宅。あ、
はい、ということで娘が帰ってくるまでの間に植林場と松の木の植林場と樫の木とあとこちらですね、ちょっとした拠点を作ってみました。では次回どうするかな。家作る？はーい。じゃあここはチャリ拠点、カビ拠点、スポンジ店の拠点としていきたいと思います。次回は停電。